も知らない世界。なんか収入稼いだら今度じゃあの、リッチで食事会をやります。はい。そんなんできるまでだったらいいですね。うん？そのできるぐらいに全然余裕でなりたいですね。あ、行きましょうか。あ、小林さんじゃあ今晩リッチで。いや別に行けるで、10万もやんの。あ、そうなんですか。うん。ワインの分かる分かる分かる10万もいいけど。なんだよ、名刺見ないで。あ、暴れたらまあ余裕で10万、20万そんなに言ってしまうけど。暴れるってどういうことやねん。なんかもう、ポンって言わす。ポンって鳴らす。それいつものやつや。ほんならやつや。です。ああ、なるほどな。まあ、行ってみたらええんちゃう。そうですね、まあいろんな経験で。まあでもその年でいいことは、まあ俺らがその年でいいってことだし、お前の年で俺なんか、不具ないことだからもなんか前向いてたけど。ああ、不具、はいはい。俺も歌ことなかったよ、毎年で。あ、そうなんですか。服なんか歌ことないよ。何の高橋家の前にある、あの漁師やってたから、家の前にある、あの、草服は歌ことあるから。こんなやつな、こんな服な。ちっちゃいやつ。あれは歌ことあるけど、本物あの、トラフグ歌ことないよ。トラフグって、あの前言って、どんぐらいって言ってましたっけ、大きなったやつ。その、4キロとか。4キロとか、こんなんですか。あれやな。40センチぐらいあるの。もっとあるんちゃう。4、50センチ。あるんちゃうかな。腹パンパンで白子パンパンやってるやつな。うわ、白子、服の白子っすか。白子酒とか作るんですか、それで。白子めっちゃ高いやな。だから、まあ、まあお前が一回何かやったら今度ために連れてたら、連れてるじゃんか、お前残り。いや、今連れてた。いや、今動画で押さえてしまった。高すぎるか、やめとこう。ほんまに高いかな。まあ、初めにあんな高いことあるの。初めはこう、スタートは安いチェーン店のトラフグを、養殖を一キロ。1万円しないぐらい。1000円。6000円ぐらい、5、6000円、うん、で、段階な、何段階ぐらいありますフグで。その養殖の1万以下食べます。で、次天然ぐらい。天然で安いところみたいな。まだ養殖天然で安いところないから。ああ、じゃあ養殖で天然のフグってさ、出回る量がほぼそんなないんで、うん、あ、そうなんですか。出回らないよ、天然なんか。へえ、ほぼ養殖でフグなの。あ、そうなんですか。うん、なんでですか。で個体数が少ないけど、そんな別にそんなわけではないですよね。取れないよ。だって4キロ5キロの天然だから取れるわけない。3キロ。へえ。フグはね、うちも養殖しててんけど、はい、900グラム1キロまで大きなのが早いけど、そこから大きならないよ、あんまりね。あ、成長が遅いですか。遅い、ちょっと。んで、フグってね、あの養殖の中で、あのまあまあ難しくて、トモグイめっちゃすんだ、あいつらは。あ、そうなんですか。めっちゃすんだ。だから、あの養殖のフグは尻尾がね、大体あんまりないね。へぇ、食うから。ああ、だから一応ちょっと大きな時にフグなら歯切るね。え、そうなんですか。歯を切らないと、あの共食いしてしまうから。あいつらめっちゃこう、顎の力で歯とか強いんですよね。まだこれ歯が、それでこう共食いしようから。ああ、歯減ったら食いようね。はいはいはい。だからそれ食わないように全部歯を切るとか。それとか、ちっちゃい時とかは上にこう、上でぷかぷかふぐって深いところでいないと意外と上の方で飲んで、おうでこう、行くので、そうするとトンビが取っていくね。難しいね。で、うちなんかやっててほぼトンビに食われたわけだから。トンビからしたら、餌場する。餌場、餌場や、やられるからあれね。へぇ。だからフグはね、まあまあ今はいろんな養殖の技術、俺らでやってても何年も前の養殖なんで、今ほど技術が発達して、いろいろあるから、だいたい900、まあ1キロ弱ぐらいのフグがいっぱい出回ってるんで、はい、基本それぐらいに1キロぐらいのフグが全部出てるわ。チェーン店のフグは全部そうや。見に行ったわけで、だいたいこれぐらいのフグが泳いでる。だいたいな、キロないぐらい。え、これでキロないんですか。1キロあるかないか。じゃあ1キロぐらいじゃあ弱って、1キロないかわからんな、はい。でもこれを何人で食べるんですか。これ1人になる。食えるか。無理ですよね。1キロだぞお前。フグも意外と捨てるとこないんで。へえ、あ、そうか、ヒレまで使いますもんね。ヒレ種だったり。皮は皮で食うんじゃない。あ、フグザク。ザクが皮でしたっけ。この間食ってんやつしやね。あれさ、あ、そうそうね。あれなんて言うんでしたっけ、湯引きみたいなやつ。うん、そうや。あれザクってなんでしたっけ。フグザク。ザクとかないし。あ、なんだ。お前なんか違う料理と間違えた。そんな料理ないし、フグザクとかないし、基本ないし、そんな料理。え、皮食って、身食って、基本初めにこの指切りが出てくる皮な。うん、ああ、そのコースいたらですか。皮もあれ、こうザラザラだから、やっとこう食わなあかんねん。へえ。で、
あれをこうパンパンこそっていってな、はい、だから食感残しながらね、あれを皮をね、皮の食感を残しながら、うん、あれまあ茹でていろいろあるねやり方が、うん、まあもう細かくしないけどまあね、へえ、皮食って皮ポン、まあまあ皮ポンはこれ取るよまあ皮食って何食うやろね、皮食ってあで鉄砂や、あ鉄砂、鉄砂が指切りになるやん、あのあとは先が多いのはあのフグのブツな、ブツ生をちょっとブツ切りにしてな、白菜と上にちょっとのせて、その白菜のシャキシャキと一緒に、へえ、食べるブツとかね、フグの、あと唐揚げとかですか、唐揚げは出ないですか、唐揚げも出る、出ます、唐揚げも出て、唐揚げ食って最後はあのまあ手にしてた、ああ、あの夢なんですよ、一つ夢が、あの鉄砂をこう、そんな店行くともっと値段が跳ね上がるんで、あ、そうなんですか、あの器ちっちゃいことこれぐらい食い子出てくるんで、あ、そうなんですか、ガー出てくる、あの丸皿に出てくるんじゃないですか、結構な離れるね、なるほど、そうなんや。